はい、マスオ TV です。なんと今、日本 VS ヨルダン戦、日本サッカーですよ。日本負けちゃいました。悔しい。そう、悔しい。見てたらね、夢中になっちゃってね、本当に出したかった動画、残念ながら編集できませんでした。それなんで今日はちょっと簡単に iPhone アプリをご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するアプリはめちゃめちゃ有名なこのアキネイターです。はい、でこのアキネーターってめちゃめちゃもうね、ずっと前から有名なアプリなんですけど、一応知らない方のために説明すると、誰か有名人やキャラクターを思い浮かべて、なんか質問に答えていくんです。そうするとただイメージしただけなのに質問に答えていくと、このアプリが誰を想像してたのか当てちゃうっていうアプリなんです。実はこのアプリでなんと僕が当てられちゃうっていうね、そういう情報を聞いたんで、やってみたいと思います。では実際にやってみたいと思います。スタート。まずこの質問、男性。はい、僕男性です。名前がカタカナである。名前がカタカナである。わかんない、どっちなんでしょうね。ローマ字でもあるし、カタカナでもあるし、名前に濁点マスを入りません。実在する？しますよね、2D の人間じゃないです。インターネットから有名になった。一応インターネットから有名じゃないんですけど、ゲーム実況者。僕、ゲーム、まあ、確かにゲームパズルは実況してるけど違うんじゃないかな。名前のどこかに火が入ってる。これね、誰かと勘違いしてますね、完全に。いいえ。ニコニコ動画。僕わかんないんですよ、ニコニコ動画よく。名前が3文字。Yes, I am. 3文字でーす。黒髪？はい、僕黒髪です。昔は金髪とかやってましたよ。名字がなくて名前のみ。はい、そうです。これ多分瀬戸さんと間違えてるのかな。ニックネームは4文字。誰と間違えてるんでしょうかね。違いますと。名前にパピプペポが入る。マスオ入らない。え、誰なんでしょう。個人的にあなたを知ってる。いいえ。よく申し込めてる。いいえ。年齢は20だ。はい。お？出たー、すごい。はい、出ましたー。お、すごい、なんか僕 YouTuber になってますね。すげえ、これ。なんと、271回も当てられたみたいです。すげえ。ということで、なんとこのアキネーターに僕乗っちゃいました。すごい。なんか変な感じです。はい、でこのアキネーター、こんなねマイナーな僕でさえ出るんで、本当にね、いろんな有名人出てくるんで、一度やってみたことがない方はやってみてください。面白いですよ。それではサッカー日本代表、次のオーストラリア戦頑張ってください。ということで、以上マスオ TV でした。バイ。